最初に稽古と試合手をしっかり掴んでくれてますから、それをこの膝を上げて腰を押す動きになって、気を吸いながらスッともらう。吸いの時も癖、はい、この力を少し出すような感じ。相手を返していく。この時に、普通にしてると、でこれぐらいでグッとどうしても硬くなるんですよ。それで息を吸って相手の力をもらいましょう。稽古が役割になったんですけど、相手が技をかける、取り、自分の受け、決まってますから、この子を何とかしてかけさせないようにとか、割り足が強いから、相手の受け、まあ、そういう意識を一回吸っていて、しっかり相手の力を取りましょう。ここで、自分が硬くなると、何とか相手を走ってる形になりますよ。息を吸ってもらいましょう。マリが自分ではそのつもりなくてもどうしても普通に持ったら肩がこの辺に止まりますから、それを大きく息をするともう一つ大きく、まあ、肩周りの可動域がもっと大きくなりますよ。そこでしっかり受け止めてあげる。相手が力の技になれるとそういう呼吸で曲がらなくてちょっと上がらなくてしますから、今は少しゆっくり答えで、ここでこう止まらない。次はもう一個乗りが出ますよ。長い時になる、ずーっと回していく感じで相手の気が起こっていく。ずっと相手の向きを、しっかり受け止められるんですね。ここにも、少し呼吸を意識して技をやってみましょう。